レビアニメ通常攻撃が全体攻撃で2回攻撃のお母さんは好きですかがスタートいたしました。お好きママ子役の茅野愛です。始まりましたね。私ももちろん見ましたよ。そんな話は後ほどしていくとして、前回の収録の後にみんなでこれから頑張ろうねみたいなお話もあって、まあ 6.5 回を聞いてくださった皆さんわかると思うんですけど、スタッフ勢ぞろいっていうこともあったので、あの後ご飯に行ったんです。キャプテンはちょっとお仕事が忙しくて、ドクターストレンジとハルク、アントマン、ホークアイ、みんなでジンギスカンを食べに行ってまいりました。美味しかった。ちなみにハルクとアントマンは北海道に行ったのに、わざわざジンギスカン食べるの我慢してたんですって。あ、我慢してよかったとこのメンバーで食べるからよりっていうことなんですかね。でもね、そんなんでみんなでご飯も食べまして、これからね、まあ、放送もねちょうど始まるみたいなお祝いの会だったので、無事にね1話が放送できて嬉しいなと思っております。それでは参りましょう。通常配信が毎週配信で2回配信の茅野さんは好きですか。カカ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 カ、通常攻撃が全体攻撃で2回攻撃のお母さんは好きですかのラジオ番組第7回目です。もうね、だいぶ口もいい感じに言えるようになってきたんじゃない？通常攻撃が全体攻撃で、先週本当言えなすぎて悲しかった。6回ねはい、通常攻撃が全体攻撃で2回攻撃のお母さんは好きですかは、最新刊が8巻まで発売されている田舎立馬先生の小説です。そしてテレビアニメ第1話、皆さん見ていただけたでしょうか。こちらは東京 MX BS11 栃木テレビ群馬テレビが金曜の24時から、 ATX が土曜の23時から、 MBS が土曜の27時38分から、テレビ愛知が火曜の26時5分から放送中となっております。アベマ TV でもねご覧いただけます。私アベマで見ました。もちろんねリアルタイムで見るのもねとってもいいんですけど、ちょっと時間合わずでアベマで見たんですけど、自分で好きな時に見れるし何度も見れるっていうのはいいよね。録画するのもありだけどね、途中の CM も楽しむっていうのも、まあ、テレビのいいところでもあるので、何度でもねテレビで見てアベマでも見てっていうのでも全然いいと思いますよ。皆さんのね合う地域と時間でぜひお楽しみください。どうなんだろう、そういえば石尾くんお母さんと見たかな。ちょっとねお母さんと一緒に住んでるわけじゃないからなかなか見れてないかもしれないけど、先行上映イベントの時にスライム界、2話のスライム界をお母さんと見れるかみたいな話してたので、ちょっとねスライムチャレンジしてほしいなって思うんですけど、皆さんはいかがですか。まあ私は一人で見ましたねいや1話はねお母さんと見てももちろん大丈夫だと思いますよ。問題はね2話なんですよ。予告見てくださった方ね、あれママ子さん服どうしたってことになってますから、ちょっとねあれお母さんと見るのはなかなかなチャレンジャーだと思いますけれども、まあねぜひ見たよ頑張ったよみたいなメールもぜひお待ちしておりますのでください。そんな勇者がいたらぜひメールお待ちしております。行っちゃおうかな。かやすきラジオスタートでーす。すすすす、どうしたの、大丈夫、よしよししようか、それともぎゅーしようか。まずはおかすきメールのコーナーからです。皆さんたくさんメールありがとうございます。いっぱいね紹介していきたいと思います。にすこさんからいただきました。放送開始おめでとうございます。ありがとうございます。
お宿おはんの冒険という異色のアニメで注目していました。茅野さんの声がママミにあふれていてよく合っていました。茅野さん以外では考えられないほどだと感じました。反抗期中で親との距離感が難しい年頃を親子2人で乗り越えていく様を笑いあり感動ありで楽しませてもらえそうで期待値マックスですといただきました。ありがとうございます。すごいなんかいいまとめ方してくれてますね。ニスコさんお上手、ありがとうございます。でもまさにそうなんですよ、反抗期中のねマー君が、だってまネタバレも全然しちゃいますよ、親子の縁を切るってあんなこと言いますか。でもねマー君の反抗期はなんか辛いことを言うなって思うけど、マー君はねでもねすぐに謝れるいい子なんですよ。普通だったらあのままね3話ぐらいね起きますよ、あの喧嘩の流れあのあとすぐに言い過ぎたごめんっていう風になれるのはマー君のいいとこだなって思いますし、私はねその1話見ていて最初にあのアンケート書いてるじゃないですか冒頭で、であそこで自分の部屋で書かないでリビングでなんかねマモコさんがいるところで書くっていうこと自体が、私はマー君は反抗期とはいえだいぶソフトな反抗期なんじゃなかろうかと思っております。うまくいかないこともありますけど、そうでもこっからですから、まだ1話ですからね、頑張ってね乗り越えていきたいと思いますよ。ぜひ2話以降も見てください、よろしくお願いしますね。ケイトンさんからいただきました。カイノさんスタッフの皆様こんにちは。こんにちは。ラジオ週2で楽しく聞かせてもらってます。第1話を見た感想なのですが、親子の縁を切るのはどんなに辛い言葉のシーンを見て、自分は感情に任せて母親に心ない言葉を言ってしまったことがあるため、おかすきを見てもっとこれからは母親のことを考えて大事にしなければならないと気づかせてくれました。ありがとうございます。第1話は本当に笑いあり涙ありが詰まっていたなと思い、とても楽しい放送でしたといただきました。よかったね。そんな気づきを1話を見て感じていただけたのなら何よりです。ぜひねこれを機会にあのお母さんに優しくしてあげてください。ケイトーさん、でも優しくするって急に難しくないですか。言葉遣い、うるせえよとかを、うるさいなみたいなそういう問題じゃないそういう問題じゃない、あうるさいってそもそも言わなきゃいいんですよね。にぎやかだね今日のお母さんにぎやかだね、なんか楽しいことでもあったのかなみたいなちょっと違うかなまあ、ケイトーさんなりのね、ぜひあのお母さんへの、まあ、親孝行をねぜひしてあげてください。続いてはんぺんさんからいただきました。かいのさんこんばんは。こんばんは。アニメ第1話早速拝見しました。ありがとう。ママ子お母さんがマー君に連れなくされて悲しくなったり、普段見せない一面を見れて喜んだり優しく諭したりと、いろいろな感情が溢れてるお母さんで非常に可愛らしいママだなと思いました私もそう思います。開始5分ほどでいきなりゲームの世界には少しびっくりしましたが、世界観としてはすごく楽しそうなファンタジーの世界だなと思いました。お母さんと一緒に冒険するという新しいストーリーにワクワクがいっぱいです。オープニングのスピラスピカさんの曲もエンディングのママ子さんのキャラソンも初めて聞きましたが、つい口ずさみたくなるようなノリノリの曲なので、これからも楽しみです。ラジオも推薦で2回楽しみに聞いているので、これからも頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。そうあのね、スピラスピカさんの曲は PV とかでも流れていたんですけれども、あのママ子さんのキャラソンのパタパタママ、こちらはですねあのオンエアまで撮っといたっていうのでずっと話せなかったんですけど、やっと今回話せますね、第7回にして。そうなんです、今回あのポンキッキーズとかでやっていたんですけど、あの流れていたりしたパタパタママという曲をおかすきバージョンみたいな感じで、歌詞が全部ママ子さんだったりこのおかすきの作品を表現した歌詞に全部あの作り直していただいて、私がママ子さんとして歌わせていただいております。1話の冒頭でパタパタママ実は鼻歌で歌ってたりしてたので、ちょっと先行上映の時に聞いたことは、あれ
この曲なんか聞いたことあるなってもしかしたら思われた方いらっしゃったかもしれないですね。あ、なんかそんなメールも来てたって言ってましたよね。まあなんかパタパタママのを口ずさんでたからエンディングはもしかしたらこれなんじゃないかみたいなね予想されてる方もいらっしゃったみたいなんですけど、私もずっと言いたかったんですけども言えなくて言えなくてもどかしくって、アバンのその初っ端のあのマサトがマー君がインタビューじゃなくてアンケートを書いているシーンのところで、あのママ子さんがお料理をしながらパタパタママを実は鼻歌で口ずさんでるんですけど、あれ実は撮り直してるんですよ。あの一部を撮る時にはまだあのパタパタママに決まってなかったんです、エンディングが。その時には普通に私ふん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 って言いながらお料理をしてるママ子さんを演じていたんですけど、5話ぐらいだったかな、パタパタママに決まりましたってなった時にパタパタママの鼻歌をお願いしますって台本に書いてあったんですよ。あれと思って、そこからその後はずっとパタパタママなのに1話だけパタパタママを鼻歌で歌ってないのはおかしいと思って、わざわざ1話撮り直させてもらいました。はい、なので実はね1話はねあの後から歌い直しているんですね。そんな裏話もあったりして、でも楽しんでいただけてるようで、ハンペンさん何よりです。ありがとうございます。熊野ジョニーさんからいただきました。かやのさんこんにちは。こんにちは、初投稿です。おーありがとう。1話見ました。1話からママ子のいろいろな表情を見ることができましたね。個人的には拗ねて頬を膨らませた時の表情が好きです。お、これ最大限、あ、いっぱいいただいてたんですね。確かにあれ可愛かった、ぷくーってなってるとこね。2話以降も楽しみになりました。そして偶然にも1話の放送日が母親の誕生日でした。今は地元から離れた大学に通いながら一人暮らしをしているので直接は祝えませんでしたが、いつも以上におめでとうを伝えましたよ。みんなおかすきの影響で世の中のママに優しくなっている傾向があるんじゃないですか。これ熊野ジョニーさん嬉しい。ママクマさんにも、ママクマはなんていう名前かわからないけど、ママクマのエイミーとかかな、もう優しくしてくれたんですね。そりゃお母さんも喜んだでしょうね。ありがとうございます。いや誕生日当日なんて嬉しいですね。そういうなんかいい日とこう重なるのって嬉しいことですよね。ママ子さんはねこの後もいろんな表情を見ることできますね。2話でも随分1話とは違う顔が見れるんじゃないですか。なんかねママ子さんはねなんて言えばいいんだろう、まあ、年齢は明かされてないですけど、こうなんか10代の女子みたいなちょっとこう、あーなんかしっくりくる言葉が今浮かばないな、あのね学生服とかのあの青春の香りがママなのにするんですよ。多分この後に表情だけじゃなくてママ子さんのいろんな姿を見ることになるので、多分だいぶ年齢不詳な感じがたくさん見れると思うんですよね。なんでママ子さんの表情だけじゃないいろいろな姿も見れるので、そこもね面白いですよ。マー君的にはね最悪だみたいな顔してますけどママ子さんは非常に楽しそうな可愛らしいシーンがねたくさんありますので、ちょっとあのお茶目なのかなママ子さんって、あの大人な女性っていう雰囲気もありますけど、どちらかというとこうお茶目で可愛らしいところが目立っているように思いますね。まあかっこいいシーンもねもちろんありますけどね。続いてヒンチクリフさんからいただきました。第1話を母と一緒に見ました。いらっしゃいましたね勇者の方。まあでも1話は分かんないな、2話も見たら送ってきて面白かったのですが、母はこんな若くて綺麗な母親は現実でいないよとおっしゃっていました。本当にいないのですかね涙といただきました。分かんないですよ、まあ、少なくともうちの母は綺麗だなって思いますよ。この前うちの母がナンパされたんですよ前に2人でナンパされたことはあったんですけど、なんかこの前母がなんかそわそわそわって急いで帰ってきて、どうしたのって言ったら、なんかもう電車の中でずっと話しかけられて怖かったとかいう話をしててすごい若い方だったらしいんですけど、私のこと何歳だと思ってんだろうねって言ってて、
まさにね、そんなこともありましたし、前にでも怖かったって言ってたのは、カバンの中に手紙を入れられたのはすごい怖いって言ってましたね。怖くないですか？ホラーですよね、ちょっとした、これ、あ、これちょっとホラーの話になっちゃったかもしれないですけど、そうなんですよ、母はね、なのでやっぱモテるんだなって思いますね。前に2人でその声をかけていただいた時には、私たち親子なんでみたいな話をしたら、えってなって、あ、じゃあ一緒にご飯どうですかみたいな感じになったんですけど、いや、さすがにみたいな、どこのどなたかちょっとわからない方と親子でご飯を食べるのは謎すぎるのでやめましょうって言って、でもそれはね、もうずいぶん前の話ですけどね、そんなこともありました。なのでね、ヒンチクリフさん、そういうね、お母さんもね、いますよ。うちの母はもう50代ですけど、未だにナンパされるぐらいなので、やっぱりこう重ねていって色気とかはあるんじゃないですか。重ねたからこそのみたいなね、やっぱ10代20代とかにはこう醸し出せないものがあるのかもしれませんね。あきさんからいただきました。これ何、あ、え、あ、そういうことか。お母さん専用コーナーにいただきました。さん、スタッフの皆様こんにちは。小6の息子を持つ父親です。お母さん専用じゃないじゃん、お父さん専用作んなきゃダメ、これ。もしかして、ありがとうございます。どうしたらいいかと思って、きっとお母さん専用に送ってきてくださったのかな。第1話見ました。見て思ったのが、息子のことを溺愛しているな。ほうほうほう、うちの夢も息子に溺愛していて、抱きついたりキスをせがんだりしています。まだ反抗期ではないにしろ、いずれはアニメみたいな反抗期が来るのかなとちょっと心配になりました。このアニメを見て対策が取れれば嫁に伝えようと思います。ネタバレとかは知らないので、アニメを楽しんでみたいと思います。それでは皆様のご活躍を期待しております、といただきました。お母さんじゃない。お父さんだった、アキさん。名前的に女性の方かなと思ったんですけど、アキさんお父さんでしたね、男性の方でしたね。ありがとうございます。今小6の息子さんか、こっからですね、反抗期じゃ。え、反抗期ってだいたい中学生ぐらいからでしょうか。やっぱり皆さんあったんですもんね、中学生高校生ぐらいの時は反抗期。どうなるんだろう、対策。まあ現実ではね、なかなかゲームの中に入ってなんか仲を深めるなんてことはできないですからね。まあアニメの中にヒントが隠されているのか、まあそれはね、皆さん見ていただいて、ぜひ探していただければいいなとは思うんですけど、ママ子さんの、まあママ子さんなりのこうマー君への接し方でも、マー君、そうですね、嫁に伝えるということは、やっぱママ子さんにヒントが隠されているっていう風に考えてらっしゃるってことですもんね。うん、ぜひ見つけてみてください。ちょっと私も探していきたいと思います。どういう風にしたらね、反抗期を迎えた息子さんとうまくやっていけるのか。MMMMORPG に頼らずとも、現実世界でできる、こうね、何か対策を考えられたらと思いますね。そういうのもなんかこのラジオで考えていけたら楽しそうですよね。例えばですけど、反抗期の息子娘にこういう風に対策してるよみたいなのがあったら、ぜひ送ってきていただきたいですね。お願いします。スマミエメルの母さんからいただきました。これお母さん専用メールにいただいたんですね、ありがとうございます。そう、エメルの母だからそれお母さんですよね。ありがとうございます。エメルさんは、そっか、卵の特売のネタのカルタを読んだ方だ。あ、じゃあお母さんにお願いしてくれたのかな。ちょっと読んでみましょうか。カイノさんこんにちは、エメルの母です。ありがとうございます。息子に熱い勧めを受け、アニメ第1話見させていただきました。タイトルが長くて未だに覚えられません。はい、大丈夫ですよ、覚えられていなくても大丈夫ですよ。おかすきで短くして覚えてくださいね。ゲームの世界を知らずに見ていましたが、一緒に冒険に出るつもりで楽しみにしております。旅のお供がみんな女子とは驚き。これから応援していますといただきました。お母さん専用メールだからね、ちょっとエメルの母さんのメッセージを読ませていただきましたが、
おー、ちょっとこういうあれですね、息子さんがお母さんに勧めてこうやってメールまで送ってきていただけるっていうのはすごくありがたいことですね。これ大丈夫かな、この後2話を2人で見るのかな。いやー、これエメル勇者が生まれちゃう勇者エメルが生まれちゃう。ぜひまたメールお待ちしておりますいっぱいね感想読んでいきましたけど、来週はまあ2話の感想もね読んでいけたらと思っておりますよ。あ、そうそうそう、ウェブ予告がね実はあるんですよ。明日公開になるそうです。これね大変だったのあのウェブ予告用の音声も撮ったんですけどね、これ子供の頃から聞いてたやつだけど何回フフフフフって言ってたっけねみたいなのを数えたりしながらね収録したので、ぜひウェブ予告の方も聞いてみてくださいね。じゃあ終わろうかな。あ、ぜひあのメールこれからもお待ちしておりますし、お母さん専用メール、いや、お父さんはじゃあ今後どうすればいいんですか。お母さん専用メールだとお父さんは違いますもんね。じゃあお父さんは普通のメールに送ってきてくださいよろしくお願いしますおかすきメールコーナーでした。もうすぐおかすき始まるわよ。ちゃんと見て感想メール送るんですよ。お母さんエピソード。お母さんの面白エピソードを紹介していくコーナーです。ネタの宝庫、それはお母さん。さあ今回は一体どんなエピソードが届いているのでしょうか。紹介していきたいと思います。クロエさんからいただきました。かやのさんこんにちは、ラジオ初投稿です、ありがとう。ある日炊飯器が壊れてしまい、私の母が買ってきてと言いました。私は5万円を渡してこれで好きなのを買ってきていいよと言いました。お金が余ったので1万円を返してくれました。レシートは？と聞くと、なぜか渡してくれません。話を聞くと実は3万円だったらしく、1万円猫ババされていました。お釣りを全部取らないあたりは母らしいなと思いました。あ、買ってきてじゃないね、これ買ってとだね、ごめんなさい。ある日炊飯器が壊れてしまい、私の母が買ってと言ってきましたってことですね。なんで買ってきてって言ったらどういうことだって今混乱しておりました。かわいいお母さん。そっかそっか、なんか猫ババって言葉久しぶりに聞きましたね。いいんじゃないですか、かわいらしいお母さんじゃないですか。1万円猫ババ大事件ですか。え、でもまあ買い物お使い代じゃないですかダメ？ダメかな。私だってもこれ母にやられても何にも思わないですけどね。あ、そっかみたいな、もはやなんか、いや、もう5万円だったって言われたら、あ、そうなんだって多分言っちゃうと思う。そういう問題じゃない、やっぱり替えの毛は変なのかな。いや、怖いらしいなって思いますけどね、クロエさんのお母様。でもそのレシートをなかなか渡してくれないってとこがまたいいですよね素直に白状したんでしょうね。かわいい、可愛くないのかな、このエピソード。どうなんだろう、人によるのかもしれない、それはちょっとみたいな方もねいらっしゃるのかもしれませんけど、なんかズレを感じるな。夏とさんからいただきました。私が小学生の時、お小遣いとは別に1時間肩もみをして100円をもらってました。今考えたらとんでもないブラックでしたが、お小遣いが少なかったので何度もやっていました。中学生になったある日、家でとても疲れていた母を見つけて、数年ぶりに少しくらいサービスでやってあげるかなと思い、唐突に肩もみを始めたのですが、力もついたのか本当に気持ちよさそうにしてた時の一言目が衝撃的でした。あ、気持ち悪い。母もすぐに間違えたと焦って言っていましたが、そこにいた家族全員が一瞬の静まった後大爆笑でした。
なんで？その小学生の時は良かったけど、中学生になって肩もみをしたら気持ち悪いってお母さんに言われたってことですか？え、小学生の息子はいいけど中学生の息子には触られたくないってこと？え、そういうことじゃなくて？全然わかんない、わかんないよ、どういうこと？あ、本当に言い間違いだったってことね。ああ、よかったよかった。これでもわかんないですよね、本当に言い間違いで言ったのか。まあでも家族全員がね大爆笑だったんならまあよかったですけどね。なんででもこの言葉が出ちゃったんだろう。なんか数年ぶりに、そうか、やってもらったから唐突に急にやられてびっくりして、なんかうーって なって驚いた瞬間にこうたまたま出ちゃった言葉だったのかな。気持ちいいと、あーなんか悪いよが合わさったとかじゃなくて。まあたまたま出ちゃったんでしょうね。へー、まあ、でも確かに、でもまあ最後笑い話になってよかったですよね。これリアルな感じでだったらちょっと怖い話ですから。100円か、1時間ね。でもそういうのいいですよね。今って肩たたき券とかプレゼントしたりしないのかな、小学生の子。私やってましたよ、子供の頃渡してました、肩たたき券。あとはなんかよく父の背中とかに乗ってましたね。踏みつけるってことです。うつ伏せになっている父やおじを子供の頃はよく踏みつけてましたね。だ、体重が足りないってよく言われてましたけど、いやそれは子供にやらせてる時点で無理じゃないですか、みたいな話をよくして、重りを持てってことだったのかな。まあそんなこともありましたね。子供の頃はよくお父さんたちを踏みつけてましたよ。それでお小遣いをもらっていましたね。タスパさんからいただきました。カイノさん、スタッフさん、こんばんは。私はお母さんではなくお父さんです。またお父さんからだ。息子の少年サッカーチームのコーチもしています。夏休みの合宿は初めて外泊の子もいたりします。そんな子はホームシックになることが多いですが、コーチ兼お母さん代わりの私は背中をさすってあげたり、子守歌を歌ってあげたりします。お母さんって大変ですね。うわ、タスパさん、何？そんなサッカーチームのコーチってそういうこともやらなきゃいけないの？大変。お父さんであり、本当にお母さんでもあるって感じですね。しかも一度に何人も見るんでしょう。じゃあぜひあの子守歌はパタパタママを今度歌ってあげてください。よく眠れるかな。そっか、待って待って、普通に読んでたけど、これお母さんエピソードのコーナーなのに、なんでお父さんから。お父さん、お父さんダメ。これね、ちょっと二連ちゃんで今回ルール守れないお父さんが多すぎるわ。お父さん、これね、あのお父さん、ぜひあのお母さんも巻き込んで送ってきてもらえればね、嬉しいですよ。よろしくお願いします。びっくりしちゃった、なんか今自然に読んでたけど。そう、これね、お母さんエピソードでした。まあ、お母さん代わりっていうのはね、確かにお母さんエピソードではあるんだけど、お父さんだからよろしくね。ではでは、皆さんまだまだエピソードお待ちしていますよ。お母さんエピソードでした。あら、すごい歌うまいじゃない。あなたの声好きよ。もしかしたらプロになれるんじゃない？これからも聞かせてね。エンディングのお時間です。いや、今台本が迷子だったんですよ。びっくりしちゃった。急にオープニングの台本が入ってて、あれ、また始まるのって思っちゃって、衝撃的。大丈夫ですよ皆さん、これはエンディングです。
はい、今回のお母さん代わりですが、米パンさん、イコルさん、コジケルさんからいただきました。イコルさんとコジケルさんは2度目の採用ですね。はい、ちょっと読んでみようかな。なんかね、米パンさんはカエノさんに読んでいただけたら私は毎日頑張れますとか嬉しいこと言ってくれていたり、イコルさんは夏休みの宿題で読書感想文が一番苦手で、よく母にあんた読書感想文早く片付けておきなさいよと言われましたが、ああ、もしカエノさんにこんな風にアニメの感想メールを促されたら励みになって嬉しいですといただきました。なるほどね、上手だね。そしてコジケルさんからは、あ、僕はアカペラサークルに所属しているのですが、夜とかに練習してしまってうるさいとか下手とか母によく言われます。悲しい。悪いのは分かっているのですが、上手くなりたいし褒めてほしいので、かえのさんぜひお願いしますといただきました。やだね、お家でうるさいとか下手とか言われる。でも夜だから余計になんかちょっと静かにしなさいっていうことなのかな、そういうメッセージも込められてるのかもしれないですね。まあでも頑張ってください、こじけるさん。かやの的には応援していますが、まあうまくね、ご近所の迷惑にならない程度に練習していただければと思いますよ。次回の 7.5 なんですけど、あさってアニメの第2話が放送される金曜の配信となっております。こちらの方では今回読めなかった感想メールとかもね、紹介しきれなかった分読んでいこうかなと思っているので、ぜひ聞いてくださいね。そして第8回は来週の7月の24日水曜日の配信です。ねえ、もう夏休みなんでしょ。学生さん、びっくりなんだけど、こんなに涼しいとね、夏はどこっていう感じしますけどね。ちょっとなんかビアガーデンとか大変でしょうね。よくああいうのって期間限定で、だってバイトさんとかね、きっと雇ってってなるけど、ほぼお仕事にならないのではないかしら。何かね、救済の処置ができたらいいんですけど、なんか難しいとこですよね。夏らしいことねしたいですね。早く梅雨が明けてくれるといいんですけど、フルーツとかね、お野菜たちも心配です。まあそんなことね、私が心配してもしょうがないんですけれども、はい、皆さんでもね、学生の皆さんは夏休み遊んでばかりいないで、ちゃんと宿題やるんだよ、お母さんのお手伝いとかするんだよ、ちゃんとお菓子見るんだよ、よろしくお願いしますね。アニメの感想もぜひ、2話ね、伝説のスライム回がありますので、ぜひ感想をお待ちしております。じゃあ今回はこの辺で、それではまたお会いしましょう。お相手は茅野愛でした。